はい、どうもこんにちは。さて、ちょっとせっかくレベル40にもなったということでクエストをねやろうと思います。まあなのでメインクエストをやりますのでネタバレになります。なのでネタバレとか嫌という方はここで動画の視聴をやめることをお勧めします。もうねすでにレベル40のから始まるクエストなのですでに終わっている方とかねネタバレ別に気にしないという方はねこのまま見てくれると嬉しいです。はい、それでは始めます。いいですね、ネタバレありますからね。これですね、闇を何良いところに来てくれた。パメラが目を離した隙にまたメイリーフが姿を消したようだ。すまんが探してくれないだろうか。誰かと楽しそうに話している姿を見たという者もいるから、ただその辺りをうろついているだけかもしれんが、いや、たとえそうだとしても顔を見て安心したい。嫌な妙な胸騒ぎがする。オッケー。とガチャの方もねぜひぜひ。で、あ、もうガチャの方結果分かっちゃってるね。あ、あなたがメイリーフを探してくださるのですね。ミリウスの森のリンウンドの村へ向かうメイリーフとすれ違ったという人がいるのです。一人ではなく二人で楽しそうに歩いていったということですが、残念ながら目撃者はその同行者の顔を見ていないようです。何でもフードを何これ目深にかぶっていたそうで、そういうわけですから今分かっているのはメイリーフはリンウンドの村へ行ったらしい、それだけなのです。情報をもとにリンウンドへ向かう。とりあえずリンウンドへ行こう。はい、リンウンドにねワープしてきました。あれなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、あのワープのやつはリムテインか、リムテインをしてきました。どこだ、もっと上か、どこだどこだどこだ、んどこだ、あ、こいつか、カイン。え、各社さんはあの子を探しているの？すっごく細っこくて可愛い女の子。うん、大人と一緒だった。大人の方は顔を隠してたけどね。そうそう、フードをかぶって二人は南の方森の奥へ行ったよ。俺はそこまでしかわからないな。あ、そうだ、南の森にもエリアマスターさんがいるって聞いたことがあるんだ。その人なら何か知ってるかもね。どこだ？おお、ずいぶんずいぶん遠くだな。あそこ行ったことあるぞ、しかも。やった、ちょっと待って、これちょっとずるかもしれないけど、実はあそこ行ったことあるんですな。ここだよね。ワープします。リムテイン。はい、リムテインしてきました。目の前にいました。なんという。はい、私に尋ね事でしょうか、各社様。そうですか、人を探していらっしゃるのですね。即答はできかねますが心当たりがございます。少女の行方、私の方に情報を集めてみましょう。その代わりといっては何ですか、この深き森も問題は多々ありなかなか手が回らないという現状でございます。そこでワールドクエストの解決に各社様のご助力をいただきたいのです。どうぞこの礎や社を拠点として利用し森の問題を収めてくださいませ。あいつだな、木か、木のボスか、木のボスだ。え、違う、こいつは別か、こいつはクエストと関係ない。ん、違うね、違うっぽいね。え、これはあれか、今発生してないとかっていう感じのぽいな、ぽいな。ダメじゃん、こいつは関係ない。なに、大したことないんだろう。キノコだ、キノコなんてあるんだ。ちょっと装備が心配なんだよね、レベル40といっても。大体こいつ、あれウサギ盾どうだっけ、なんか結構弱い。必殺はビシュッ。よし、まだいる。やめなさい。
よし、right. 終わったか。よし、依頼者に報告すると、ギョッケ余裕だね。データハンター、んあー、よくやった。今度ご馳走する。また来い。やったやった。これであとはクリスティーヌに報告。リムテインでいいかな。はい、来ました来ました。各社様、ワールドクエストの解決ありがとうございます。ちょうど私の方も管の少女の行方についてそれらしき情報を得られたところでございます。ハンターたちの見たところによると、少女はフードの者に連れられイニアス湖南東にある小島の方へ向かった様子。何やら不穏な気配がしたとも。急ぎ向かってあげた方が良いかもしれません。おお、なんか怪しくなってきたよ、雲行きが。回復します。どこかな、あそこか。さっき行こうとしたとこだね。ここね、水を泳げたらいいんだけどね。はい、もう少しですね。お花を取って、お花摘みだよ、お花摘み。ここだ、ここだね。進行、待ってくれよ。あんたいたの。あんたいたの。ジョゼフ様のご命令でね、メイリーフを見つけて仲良くなっておけって。なんだろうね一体。あ、なんだこのモンスター。うわ、すげえいっぱいいる。うわうわ、数多いな。うわ、ジョシジョシ、こういう時はエンジン切りだ。くそ、うわお、強えよなお前。結構強いぞ。いて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 。そう、かっこ撃破がいいかな、やっぱ。いて。おお、いいぞ、魔法使い。いていていて、なんだよ、すげえやられてる。で、腰が痛くなってきた。よし、はあんまひるまないな。いて、やばいやばいやばい、結構強いな。あなた掴む。これなら当たらないはず。うら、骸骨め。いて、やば。溺れた。え、これ死ぬの？死ぬんだっけ？あ、大丈夫か。卑怯だぞ、水に落とすとか。そうだよ、敵にとっては各社なんて水に落としちゃえばいいだけの存在だからね、倒すなら。よし、オッケー。
逃げた方がいいってキリがないぞ。ワンワン、誰か誰か助けて。君とは二度目だな。そういえば自己紹介がまだだった。キース・ヒルトだ。ふっ、我々の出会いはいつも慌ただしいな。さて、メイリーフの行方には心当たりがある。あの子の方は僕に任せてくれ。彼女の身を案じることにかけては僕の方が上だと自負している。君は神殿に戻って自陣の結束を確認しておいた方がいい。人のつながりなど脆いものだからな。なはなかった。おお、かっこいい。ねえ、急いで神殿へ戻ろう。嫌な予感がする。いや、嫌なものを見たっていうか、あのフードの人ってさ、あれじゃね、何、はい、戻ってきました、ジョゼフ。ああ、すまない、考え事をしていてな。なんだと、メイリーフを部外者に任せてきた。それは一体誰だ。キース・ヒルト。ああ、パメラから聞いたことがある。その青年に対応するために警備を強化したのだが、彼がメイリーフの行方に心当たりがある。保護は自分に任せろと言ったのだな。なるほど。その青年の正体に関しては思うところあってな。よし、メイリーフのことは任せてみよう。おそらく彼もメイリーフと同じ。そう考えれば二人の行動も理解できなくはない。ところで森へ行くメイリーフと一緒だった女がいるという話を聞いたのだが、それは誰か分かっているのか。キース・ヒルトの仲間なら問題はないが、もし違うのであれば正体をはっきりさせておく必要があるぞ。この辺にいた人じゃないの、もしかして。で、次のクエストは、なんでこれ、微粒森林、深部のエリアランクを3に上げなきゃか。なるほどね。はい、というわけで、じゃあ、今回はこの辺で終わります。またね、うん、エリアランクを上げておきたいと思います。そしたらね、また始めようかな、やろうかな。うん。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。